中国の自動車業界が今、地獄みたいな状況なんだけど、ゆっくり霊夢ちゃんと、解説役のゆっくり魔理沙だぜ。たった3年で8000店舗以上の 4S ディーラーが閉店して、もう車の販売もサービスも大混乱よ。ああ、その話聞いたぜ。特に、北京で世界初の BMW5S ディーラーが閉店したなんて衝撃的だったよな。しかも、BYD の値下げ競争で業界全体が崩壊しかけてるんだとさ。そう、さらに衝撃的なのは、客がローンで買った車が鉄くず同然になるとか、銀行が展示車を夜中に回収していくとか、こんなの、経済崩壊って言っても過言じゃないわよね。だよな。しかも、キャッシュフローが途切れたディーラーが、証明書を担保に、使って車を売る詐欺まがいの手口まで横行してるらしいぜ。ディーラーが潰れたら、その車の価値がたった40万円になるなんて、悪夢以外の何者でもない。これって、ただの経済危機じゃないわね。新エネルギー車が市場の半分を占めたのに、全体が利益ゼロみたいな競争になってる。これからどうなるのか、怖くて目が離せないわね。そうだな。じゃあ今回は、中国の自動車業界崩壊の裏で起きてる、詐欺まがいの手口や恐ろしい現実を詳しく見ていくぜ。てなわけで今回は、アウディが倒産しました。BMW から BYD まで崩壊の連鎖、利益 70% 減と詐欺まがいの手口の全貌ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。中国のアウディの 4S ディーラーが、他人で倒産したらしいんだ。しかも、ただ倒産しただけじゃなくて、権利を守ろうとする人たちが大勢で群がってるって話だぜ。なんか聞いただけで騒々しい光景が目に浮かぶわね。でも、4S ディーラーってなん？簡単に教えてよ。おう、4S ディーラーってのは、新車の販売、整備、部品提供、アフターサービス、この4つをワンストップでやる拠点のことだ。要は、車買ったりメンテナンスしたりするときに頼りにする店だな。ああ、なるほど。そういうところが次々倒産してるのは、車オーナーにとってかなりきつい状況なんじゃない？その通りだ。しかも、アウディだけじゃなくて、ビュイックのディーラーも2つ、一夜にして突然閉店だとさ。今年に入って、中国全土で 4S ディーラーがドミノ倒し状態だって、まるで1つが倒れれば次も道連れになるみたいにな。それって、どっかの地方だけの問題じゃなくて、全国的に広がってる感じ？そうだぜ。例えば、レイング省のパンギン市では、トヨタの 4S ディーラーが閉店して、客たちが泣きを見たらしい。買ったばかりの車のメンテナンスができなくなって困ってるんだろうな。買った側からすれば、メンテ受けられないなんて詐欺じゃないの？トヨタのブランドイメージにも影響ありそうね。ああ、さらにひどいのが、ボイジャン通商だ。ここジャガーとランドローバーの機関ディーラーが閉店したせいで、車のメンテに行くのには伊豆まで遠征しなきゃいけなくなったんだと。まるで観光旅行させたいのかってレベルだ。わ？そんな不便なこと、普通許されないでしょうよ。なんか対応策とか考えられてるの？今のところは不満を持ったオーナーたちがネットで騒いでるくらいだな。ちなみに、そのディーラーで13年間働いてたスタッフが、破産したから明日から来なくていい。って突然通知を受けたらしい。長年働いてたのに、最後はそんな扱いだぜ。それはひどい。13年間も支え続けたのに、結局捨て駒みたいな扱いね。人間関係も全部壊れていくじゃない。そのスタッフも、2011年には自信満々の若者だったらしいんだが、今じゃ疲れ果てた中年になっちまったってさ。ディーラーが成長して、ショールームを改装した姿まで見てきたけど、結局閉店だ。最後は、さよならと言うしかない、と抱えてた。確かにきつい状況だわね。でも、シトロエンまで終わったってのは本当？100年以上の歴史があるメーカーでしょ？その通りだ。シトロエンみたいな老舗メーカーでさえ、中国市場からは消えていく。地方経済が弱いのと、車の売り上げが少ないのが原因みたいだけどな。それにしても、主要都市でさえ、ショールームが夜のうちに、片付けられて、翌朝には何も残ってないなんてケースもあるらしいぞ。それ、どこの廃墟ツアーだって感じね。しかも客たちはどうなるの？呆然としたり、怒り狂ってたりするんじゃない？まさにそうだ。ネットじゃ。お金があっても使うな。とか。中国は罠だらけだ。なんて声が飛び交ってる。最初、北京の新 5S ディーラーが閉店した時は単発の事件だと、思われてたんだけど、今じゃ最大規模のアウディ 4S ディーラーまで倒産だとさ。しかも、オーナーが逃げたって話で、被害を受けた車オーナーたちがネットでグループを作って権利を守ろうとしてる。結局、倒産するにしても逃げるにしても、最後に迷惑を被るのは消費者ってことね。動画を見ると、ディーラーのショールームが完全にゴーストタウンになってるんだ。展示車もスタッフもいないし、残された数人の客が呆然と立ち尽くしてる感じだぜ。そ
それ、本当にショッキングね。車買ったばかりの人とか、メンテナンスを頼む予定だった人たちはどうすればいいのよ。そりゃあ、途方に暮れるしかないだろうな。正義を求める車オーナーたちの話だと、ディーラーにはもう従業員がいなくて、展示車も全部撤去済みらしい。被害を受けた客がネットでグループを作って、今も人数が増え続けてるそうだ。ああ、そういうのって SNS で怒りが爆発するパターンね。でも、何がそんなに問題になってるわけ？主な不満は3つだ。1つ目が、サービスパッケージを買ったのに使えないこと。2つ目は、返金されないこと。そして3つ目が、頭金を払ったのに車が納車されないことだな。え、納車されないって、それ詐欺じゃないの？具体的にどのくらいの金額が絡んでるのかしら？例えば、あるオーナーは6800元、つまり約13万6000円で6年間の、無制限メンテパッケージを買ったんだけど、たった2年しか使えなかったって話だ。他にも、80万円、つまり約1600万円支払ったのに車が届かない人までいる。とんでもない話だぜ。1600万円。それ、個人の貯金が吹っ飛ぶどころじゃないわね。オーナーたちは抗議とかできないの？抗議どころか、ディーラー側からの通知には、銀行から突然融資を引き上げられて閉店することになった。と書いてあるだけだ。それも11月12日付で営業停止、12月12日までに解決策を発表するって約束してたが、オンラインの会員システムも停止してて、プリペイド残高やサービスパッケージについて何の説明もない。SNS の更新も止まってるらしい。ああ、もう最悪の放置プレイね。オーナーたちは本当に不安だろうに。で、内部では前からヤバい噂があったの？ああ、先月から破産の噂が広がってたみたいだな。この閉店ラッシュの背景には中国経済の悪化があるって話もよく聞く。一部では、中国経済が崩壊寸前だなんて指摘する声もあるらしいぞ。なるほどね。確かに、中国全土でこういう倒産が続いてたら、経済になんか大きな問題があるって考えるのが自然よね。実際、去年の末に専門家たちが、4S ディーラーは波のように閉店していくだろう。って警告してたんだけど、まさにそれが現実になってる感じだ。4階の破産がニュースになったと思えば、ホンチンやリュイックの、ディーラーまで危機に陥ってることが分かってきてるしな。そういえば、その他人の4ハウホニピー 4S ディーラーって動画でも話題になってたわね。警察が昼夜問わず入り口に張り付いてるって、ほんと？ああ、地元住民の話だと、警察が車オーナーたちの抗議を防ぐために常駐してるらしい。それに、ディーラー側は、今日で営業終了って書かれた通知を出したんだけど、結局オーナーは逃げたらしいぞ。オーナーたちにはどうしようもない状況だってさ。逃げたオーナーに抗議できないし、サービスも返金もない。客たちからすれば、これ以上の絶望ってないわね。中国の経済がこの調子だと、他の業界にも波及していきそうじゃない？ネットじゃ、ホンチーは共産党の象徴なんて言われてるけど、そのホンチーの、ディーラーが倒れるのは、党にとって不吉な兆候だって指摘する声があるらしいな。共産党の象徴がこんな状況になってるなんて、本当にヤバそうね。これって車業界だけの問題じゃない気がするわ。ホンチーだけじゃなく、他のブランドもヤバいの？もちろんだぜ。例えばオレンジ UI 賞ではデュエックの 4S ディーラーが閉店したし、その近くの他ブランドのディーラーも閉店寸前だって話だ。そして、ジャンユー賞のジャンイン氏でも別のデュエックの 4S ディーラーが閉鎖されてる。これ、車を買いたくても安心して買えない状況じゃないの？何がここまで追い詰めてるんだろう。みんなが口を揃えて言うのが、中国経済がヤバい。誰も車を買ってない。ってことだな。実際、閉店するディーラーの動画が次々とネットに上がってて、それを見れば誰でも現実を突きつけられるって感じだ。動画で状況を知る人が多いのね。ところで、そのデュエックのディーラーの件、他にもなんか新しい情報がある？ああ、11月14日に、カーユニオンチャイナっていう公認の、自動車系コンテンツクリエイターが報告を出したんだ。その中で、一部のデュエックオーナーが、ヨンハウディーラーの閉店を知ったとき、他にも2つのデュエック 4S ディーラーが潰れてるじゃん。って気づいたらしい。天順ベイタウンのシムデュエック 4S と、他人のカンフイ 4S だな。どっちも閉店か。その影響を受けた人たちはどうしてるの？ダブル保険パッケージを買った客たちが騒いでるんだよ。保証やメンテが使えなくなるかもしれないって、あるオーナーは。カンフイのディーラーだけでも数千人の客が買ったパッケージを使えない状態になってる。って話してる。結局、状況が悪化してデュエック本社が動き始めたみたいだぜ。デュエック本社が動くなら、少しはマシな対応になるかもね。でも、具体的には何をする気なの？デュエック本社から一部のオーナーに電話があって、対応を考えてるって言われたらしい。
って、12月末までには何らかの解決策を出すと約束したんだと。ただ、それまでの間にメンテが必要なら、他のビュイックディーラーで自腹で払うしかないってさ。自腹、ディーラーが勝手に潰れたのに、逆に負担させるの？それ、解決策とは呼べないわよね。その通りだよな。一方で、合弁会社のディーラーが閉鎖してる中、国内ブランドはもっと苦戦してるんだ。他人ではまた別の大型ホニディーラーが倒産したって話だぜ。あんな大きなディーラーが潰れるなんてショックだろ。国内ブランドの方が厳しいってのは、やっぱり資金力とかサポートの差？それとも単純に売れてないの？どっちもだな。例えば SYY 傘下のロイディーラーも閉店して、客たちは約束されてたメンテナンスが受けられない状態だってさ。メーカーに連絡しても。それはディーラーの責任だから、うち関係ないよ。って突き放されるだけ。メーカーまでそんな態度じゃ、もう客は泣き寝入りするしかないのね。ディーラーも完全に手を引いて、誰も連絡がつかないなんて、本当に救いがないわね。国内ブランドも信用できないって証明になってるよな。特に、シャンガンのグアンティ R4S ディーラーなんか、かなりひどい話だぜ。車を買った人が、登録に必要な証明書をもらえなくて、車がただの鉄くず状態になってるってさ。鉄くず状態？そんなことあるの？せっかく車買ったのに動かせないとか、普通じゃ考えられないわね。で、そのディーラー、なんか対応してるの？いや、完全に放置されてるらしいぞ。納車用エリアにはお祝いのドラマで置いてあって、その光景が皮肉だって言われてる。動画を撮影してた人も、スタッフが止めに来て怖くて反論できなかったってさ。これ、見るだけでも不安になる話だよな。ドラって、お祝い気分どころか、客からしたら煽られてるみたいに感じるわね。そもそも、こんな状況を避ける方法ってないの？そうだな、最低限 4S ディーラーで車を買うときは、支払いする前に、必要な証明書が全部揃ってるか確認するべきだって話だな。後で後悔したくないなら、慎重に進めるのが鉄則だぜ。証明書の確認ね。でも、それって普通にちゃんとするべきことよね。そもそも店がそこまで信用できないのが異常だわ。それが今の現実なんだよ。去年6月にはゴールデンウィーク M の 4S ディーラーが改装中だったのに、たった1年経たずに閉店して、今は完全に空っぽだとさ。1年で開店して閉店とか、お金を燃やしてるようなもんだよな。燃やしてるどころか、顧客の信頼も全部燃え尽きたって感じね。それだけの短期間で何があったのか、逆に気になるわね。北京でも状況は真冬みたいだぜ。11月、北京のキャデラック 4S ディーラーが閉店してて、ショールームは空っぽ。近くのディーラーに聞いたら、9月30日に経営不振で閉店してたって確認されたんだとさ。ドアには、営業終了の張り紙だけ残ってたらしい。なんか、閉店の連鎖が止まらないわね。重慶ではどうなの？なんか似たようなケースが出てきてるんじゃない？ああ、重慶でも複数の 4S ディーラーが閉店してるよ。グランドオートディーラーグループのうち、少なくとも3つが閉鎖。キャデラックのディーラーも消えて、さらに青山港新区のシボレー 4S ディーラーも9月末に閉店したって話だ。それ、ほぼ全滅状態じゃない。次々と撤退してるってことは、メーカーの判断も厳しいのね。でも、ゼネラルモーターズはなんかコメントしてるの？シボレーのディーラーには、経営困難のため、SAIC ゼネラルモーターズにネットワークからの撤退を申請しました。って張り紙が出てたらしい。場所は現在改装中で、次は BYD の 4S ディーラーになる予定だそうだ。なるほど、BYD に切り替えるのね。でも、こうやって次々とディーラーが撤退していくと、消費者は不安にならないのかしら？そりゃ当然だろう。トヨタ、ホンダ、ビュイック、それに BMW みたいな高級ブランドの 5S ディーラーまで閉店の話題になってるからな。中には福建省の初期 BMW 4S ディーラーの一つが倒産して、グループ全体が閉鎖されるなんて事態も起きてる。客も従業員もチューブラリンのままだそうだぜ。アフターサービスもどうなるかわからないんじゃ、もう車を買うのもリスクよね。中国の市場で売り上げを伸ばそうとするの、そろそろ限界なんじゃないの？トンガンでは、たった1日で44の 4S ディーラーが閉店したって話だぜ。しかも、夜になると銀行が来て展示車を回収していったらしい。これには客たちも大混乱で、ディーラーからの説明もほとんどなく、どうしていいかわからないって声が多いそうだ。44店舗が一気に閉店って、もう大崩壊じゃない。それで客たちへのフォローもないとか、無責任すぎるわね。深圳の方も似たような状況なの？ああ、深圳に住む BMW オーナーの楊さんも、自分が利用してた 5S ディーラーが、閉店したことを、他のディーラーのスタッフから聞かされて初めて知ったらしいんだよ。メッセージも一切届いてなくて、どのディーラーがサービスを引き継ぐのかもわからないってさ。知らされもしないなんて、
そんな状態で客に何をしろって言うのよ。それで楊さん、どうしてるの？まだ13回分のオイル交換が未使用の状態なんだけど、どうすれば使えるのか全然わからなくて困ってるみたいだな。さらに北京では、閉店した別のディーラーのスタッフが、顧客の代わりに、使われていないサービスパッケージの登録を手伝ってるって話だ。リストには数百人分の顧客情報が載ってたらしい。数百人のリストか。一人一人対応するスタッフの気持ちを考えると同情するけど、客側からしたら。なぜこんな事態に巻き込まれなきゃいけないの？って思うわよね。なんか対策とか進んでるの？ディーラーは。これらのサービスは他の 4S ディーラーに移行される予定。って言ってるらしい。例えば、重慶のシボレーのディーラーでは、顧客サービスを同じ親会社の、グランドオート系列の別ディーラーに引き継ぐって説明されてた。でも、実際に解決するには程遠い感じだな。ふーん、表向きの引き継ぎってわけね。でも、それで問題がすっきり片付くわけじゃなさそうね。その通り、トンガンの BMW オーナーなんかは、最寄りの引き継ぎディーラーが30キロも離れてる。上に、7回分の無料メンテが 50% 割引に変更されちゃったらしいんだ。結局。それならもう他の場所でメンテする方がマシだ。って言ってるくらいだぜ。引き継ぎディーラーまで30キロも離れてたら、メンテの度にドライブ気分ね。いや、笑えないけど、おまけに割引とか、もはや約束したサービスでもなんでもないじゃない。さらにジャンユー氏のキャデラックオーナーたちは、元のディーラーで買った二重保証パッケージが、新しいディーラーで使えない。って不満を爆発させてる。新しいディーラーがまた閉店するかもって不安があるから、返金を求める人も多いみたいだ。もう、返金してもらえたら奇跡レベルね。ところでアウディのオーナーはどうしてるの？アウディオーナーも大変だぞ。返金を求めたら、残りのサービスは新しいディーラーで提供されるから。って理由で拒否されてるんだとさ。これじゃ、客は泣き寝入りするしかない状況だよな。新しいディーラーで提供されるって言われても、それがちゃんと続く保証なんてないじゃない。こんな状況じゃ、車を買うのもギャンブルね。ここ数年、中国の 4S ディーラーの閉店ラッシュがすごい勢いなんだ。公式データによると、2020年から2023年の間に全土で8000店舗も閉鎖されたらしい。8000店舗って、ちょっと想像つかない規模ね。そんなに減ってたら、車買うのもメンテするのも大変そうだけど、具体的にどんな事件があったの？例えば、今年3月には中国トップ100のディーラーだった、広東四座が破産を宣言。そして6月には、国内最大のディーラーグループ、グランドオートの複数店舗が閉店。さらに10月には、北京市内で世界初の BMW5S ディーラーが閉店を発表したんだ。BMW は経済悪化と財政的な圧力を理由に、中国でのブランド認可を正式に終了したらしい。新車販売もアフターサービスもストップした状態で、完全にシャットダウンだぜ。世界初の BMW5S ディーラーが閉店なんて、象徴的すぎるわね。それだけ中国の経済状況が深刻ってことか。閉店する前からなんか兆候はあったの？ああ、閉店前には財政難の兆候があったみたいだ。従業員たちは2から3ヶ月分の給料未払いを報告してたとか、そしてオンラインでは、前払いしたサービス料金が返ってこない。って心配する車オーナーが集団抗議を組織してるらしい。給料未払いに、サービス料金未返金。従業員も客もどっちも地獄じゃないの。それで、新車市場だけじゃなくて他の市場にも影響が出てるの？その通りだ。中国の経済低迷は新車市場だけでなく、中古車市場にも大きな打撃を与えてる。中国自動車ディーラー協会の調査によると、2023年には、60% 以上のディーラーが年間売上目標を達成できなかったらしい。さらに2024年には競争が激化して、価格の下落や在庫圧力、財政難が続きそうだとさ、来年には 4S ディーラーの半数近くが閉店するかもって言われてる。半分も閉店するって、もはや業界崩壊寸前じゃない。そんな状況で、車の値下げ競争なんてやってて大丈夫なの？実際、何回も値下げ競争をやったせいで、すでに工場が閉鎖してるところもあるらしい。車の生産台数が減ってる中で、こんなに多くのディーラーが必要なのか、って疑問も出てきてるみたいだな。経営を続けられないディーラーが増えてきたのは、もはや避けられない現実だ。値下げ競争で客が増えるどころか、工場閉鎖やディーラーの閉店につながるなんて、本末転倒ね。でも、4S ディーラーには昔から不満が多かったって聞くわよ。その通りだ。4S ディーラーは大きな運営費用と人件費を抱えながら、顧客を混乱させる詐欺まがいの手口で批判されてきた。例えば、車の価格を聞くだけで混乱する。とか、割引やローン、全額支払い、下取りが複雑すぎる。って声が多いんだ。
うわ、そんなシステムで車を買おうなんて気にはなれないわね。他にも問題があったの？さらにひどいのは、車を受け取るときに追加で2から3万円、つまり放棄から60万円の費用を請求されたなんて話もある。こんなことが信頼を完全に壊してるんだよな。だから、あと3年で 4S ディーラーはなくなるんじゃないか？って声も出てるくらいさ。客から信頼されず、経済も悪化して、毎日莫大な経費がかかる。4S ディーラーが閉店していくのは、ある意味、自然な流れかもしれないわね。ハルベオートセールスの総支配人、ジェンユーさんによれば、このディーラーの総売上が去年の同時期と比べて 20% 以上減少している。って話だ。それだけじゃなく、月に売れる車は70台ほどなんだが、値下げや、プロモーションのせいで、全体の利益は 70% も減少したらしいんだよ。利益が7割も減るって、もう事業として成り立ってないレベルよね。なんとかする手立てはないの？もちろん、コスト削減を試みて入るみたいだ。例えば、家賃や光熱費みたいな固定費は削りづらいけど、すでに 10% の人員削減をしたんだって。でも、それでもこのままじゃ来年は赤字になる可能性が高いらしい。結局、赤字になる前に閉店する道を選ぶところが多そうね。それにしても、新車の販売が鈍ると銀行に車を担保にするっていう話、聞いたことあるわ。それって大丈夫な方法なの？いや、むしろかなり危険なやり方だ。ある 4S ディーラーのオーナーは、キャッシュフローが途切れると、車の登録ができなくなって、オーナーたちはただの鉄くず状態の車を抱えることになる。って警告してる。だから、車を買うときは、全額払いでも分割払いでも、車がすぐに登録されるか確認するのが重要だ。ってアドバイスしてたぜ。なるほど。仮ナンバーでしばらく運転してから登録するなんてよく聞くけど、それも罠ってこと？そうらしい。特に販売員が。仮ナンバーで15日とか20日、長いと30日くらい運転してから登録しに来て。っていうのは、まさにその罠だ。特に分割払いだと、ディーラーが車両の登録証明書を銀行のローン担保として抑えてることが多いらしいんだよ。もしディーラーが運営を続けられなくなって閉店したら、証明書のない、車なんて、2万元、つまり約40万円の価値しかない鉄くず同然になるらしい。そんなの、車を買う側にしたら完全に詐欺よね。しかもディーラーが閉店しちゃったら、訴えたところでどうしようもないじゃない。本当にそうだ。業界の内部情報によると、一部の 4S ディーラーは様々な騙しの手口を使ってるみたいなんだ。例えば、販売員の基本給はたった1500元、約3万円しかない。しかも、1台売るごとに200元、つまり約4000円のコミッションが入る程度。それ以外の収入は、ローン契約で発生する金利のコミッションから来ることがほとんどだそうだ。通常、金利のコミッションは 12% 程度らしい。金利からそんなに稼いでるのね。ってことは、ローンを組ませた方が儲かるってこと？それって明らかに客のためじゃなくて、自分たちの利益優先って感じね。その通りだ。だから、ディーラーによっては、ローンを組まないなら車を売らない。なんてこともあるらしい。これじゃ、客を守るどころか、むしろ不安を煽ってるようなもんだな。もうディーラーを通して車を買うのがリスクそのものね。こんな状況が続くなら、そりゃ 4S ディーラーが次々に閉店するのも納得だわ。貴州省のとある 4S ディーラーのマネージャーがこんなこと言ってたらしい。ローンを押し付けるのは、金利で儲けるためなんだよ。ってな、例えば、8万元のローンを希望しても、こっそり 8.9 万元にして、差額の9000元。つまり18万円を自分たちのポケットに入れるトリックを使ってるんだとさ。18万円も余分に取られるの。そんな詐欺みたいなことされたら、もうディーラーなんて信用できないじゃない。小さいブランドでも、似たようなことやってるの？小さな車ブランドの場合は、逆に大きな値引きで客を引き寄せようとすることが多いみたいだ。でも、その値引きの裏には危険が潜んでるんだよ。そういうディーラーやメーカーは、すぐに潰れる可能性が高いんだとさ。値段に釣られて車を買ったら、アフターサービスが受けられなくなって大損、なんてことになる可能性もある。安さには裏があるってことね。じゃあ、最近の業界全体の動きはどうなの？値引き競争とか、まだやってるの？それが、今年の初めに BYD っていう中国の大手 EV メーカーが価格競争を仕掛けて、大きな波紋を呼んだんだ。中国自動車工業協会によれば、7月には新エネルギー車が国内市場の、53.5% を占めて、初めてガソリン車を超えたらしい。え、新エネルギー車がガソリン車を超えたの？それってすごいことなんじゃない？でも、そうなると価格競争がさらに加速しそうね。その通りだ。10月の国慶節みたいな大型ショッピングイベントでは、多くのディーラーが3万から7万円、つまり60万から140万円、
物値引きをしたり、頭金ゼロや調停頭金プランを出したりして、かなり激しい争いを繰り広げたみたいだ。それだけ大きな値引きをしたら、客は飛びつきそうだけど、本当に効果があったの？実は、それが問題なんだ。価格競争は外国メーカーにとっては期待していた市場シェアの拡大にはつながらなかったらしい。その代わりに、多くの自動車メーカーがブランド価値を大きく傷つけたんだ。例えば、高級ブランドの BMW、メルセデスベンツ、アウディなんかは、この価格競争から手を引いたってさ。高級ブランドが値引き争いに参加しないってのは賢い判断ね。ブランドの価値が下がったら、逆に長期的に損しちゃうものね。でも、中国市場全体はこれからどうなるのかしらね。皆さんはこのアウディが倒産しました。BMW から BYD まで崩壊の連鎖。についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。